ーい。オッケーイ。つるかまへー。おーい。始まりました。始まりました。今日はね、コラボということで、はい、特別ゲストぽいぽいお越しいただいてます。はい、はい、ピラミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。知り合ったきっかけを撮影で話していなかったので、ここで10秒で解説します。2020年3月にツイッターかインスタで知り合ってから、8月に初めて池袋でランチに行きました。会うのはそれぶりです。ティランさん、おはようでやってなかった。名前どうやって変わってったの？もう普通に名前で伊藤夏樹でやってた時もあったんですけど。わかる。そう、俺も最初高橋さんとして普通に言っちゃってクソだわかるわ、めっちゃわかる。でそっから今ティラミチャンネルに変えました。高校からティラミなんですよ、ずっと。とりあえず乾杯。はい、乾杯。では乾杯、頂戴いたします。すでにね、飲んでますけど。え、ティラミは？そう、ティラミはもともとナオトインティラミでめっちゃ流行ったじゃないですか、中学校の時に。パクってナツキインティラミスしたんですよそう、からのティラミちゃんに変わりました。それが中学の時？中学の終わりぐらいですかね、うん、だから高校も割とインティラミスだったんですよ。でも大学2年ぐらいまでインティラミスずっとやっててそっからティラミちゃんとかティラミって呼ばれることがもう完全に多くなってからの、もう今ティラミちゃんじゃないです。あ、なるほどね。 YouTube ですからね。 YouTube は大学1年からなんで、一応歴としては今年で6年目。うわ、6年目。やべー、大先輩だ。ちゃうね大先輩だ。全然やね、本当に2年目のペーペーだ。いやいや、え、2年目なんすか？2年目だね。だって6000人ってすごくないですか、普通に考えて。昔じゃ考え、想像つかなかった。ですよね。6000人ってだってもう全校生徒かける何人かじゃないですか全校生徒かける何ですかみたいな感じじゃないですか。合計そう、去年の誕生日に、はいはいはい、1000人行ったから生配信ライブやりますみたいな。うんうんうん。1000人超えるとさ、スマホでできる。できますね、できますね。で急にくっさこれ何本当に誕生日に、いやー今年までに2000人行きたいねみたいな言ってたら、もう夏に一気にね、わーみたいな。めっちゃペース早かったですか、もうそのもう伸びるペース。無断転載がきっかけだったの。自分の動画のってことですか？そう、へえ。で TikTok を去年の2月から始めて、うん、はいはいはい、水球選手ってこんなに能力あるよみたいな感じで動画出してたら、うん、バズっちゃって、でそれが無断転載させてて YouTube のショートの方。ああ、ショートだったんですか、ね、そうそうそう。へえ。友達から、うん、YouTube で見たよみたいな、へめっちゃ来て、え、俺、え、どれだろうみたいな、うん、で、スクショとか送られてきて、はい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 、はい、待って、このチャンネル俺のチャンネルじゃないじゃんみたいな。知らないやつにね。で、タイトルも、うん、水球選手の身体能力がヤバすぎだったよ。あ、でもそれめっちゃ嬉しくないですか？めっちゃ嬉しかったんだけど、半分ちょっとチクプシュッこうやっみたいな感じになっちゃって。なるほどね、なるほどね、確かに。タイトルの付け方がさ、うん、人間離れだったなって自分で付けられないじゃん、まあ、第三者にも伝わるタイトルしないといけんだなと思って、ね、うん、そこに気づけて、まあ、ちょっとタイトルもパクって出したら、はい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 、パーンいって最後みたいな。なるほどね言っちゃった最後最後やばいっすね。多分サトシさんと動画撮るの初めてじゃないですか。初めてやね。いいのかな、こんな感じで飲んでます。いただきます。いただきます。逆に追求以外系の動画って伸びてるんですか、実際？え、全然伸びてないでも一番最初に牛乳を口に含んで、はいはいはい、ツイッターでバズってるやつの参戦みたいなバージョンを見ながら牛乳含んでやったのが4ヶ月目ぐらいで、それ出して、あ、じゃあ今4ヶ月間はマジでも水球だけみたいな。そう、なんか水球とかチームビルディングに関わるようなことを自分が勉強して、うん、でも自分もちょっと目立ちたいなみたいな。そりゃね、そりゃ目立ちたい、そりゃ目立ちたい。食べましょうね、食べましょう。あ、なるほどね。あ、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 てか人と撮ることあんまなくないですか？マジでない。でもなんか水球系の人と撮ってることはありますよね。水球系の人はマスクマン W と、うん、水球界のイケメンのあの荒谷です。はいはいはい、見ました。日本在住のめっちゃイケメンな人。緊張した。うまく喋れないですよ。めっちゃ緊張した、うん、確かに。いただきます。ライト、いただきます。うん、これしか語るのよ。普段のなんか動画で見せないようなサトシさんの一面を見せていきたいじゃないですか、やっぱり。興味ないかもしんないけどYouTube やってる以上はやっぱ自分をね、さらけ出していきたい、出していきたいっていうね、話をね、したんですよね、さっき。やっぱ二人ともね、うん、あの音楽系、うん、水球系だからね、うん、そういう系しか伸びないんですけどね。そうなんだよね。で、YouTube 始めたのって、うん、
大学院になってからとかですかね。大学4年のなんか第4からか12月になぜ YouTube やらないんですかみたいな本クリスマス前ぐらいに出版されて一晩で読んでその日にチャンネル作ってへえ。めっちゃ感化されちゃってるすぐ影響されちゃうからでもそれが結果ね成功してるから吸収力早いのかもしれないねうまいっすよね自分の売り方成功してる人の真似はめちゃくちゃしてるかな、うん、ナースケとかめちゃくちゃ真似してるなるほどね追求男子もちょっとナースケのあれだよ筋肉系のね男みたいなあ分かってない急にね急に始まりましたけどなんか確かにサトシさんの TikTok 見たけどこんな感じなんで真似してましたわ僕は茨城に住む水球男子今日は何々何々みたいなのやってたらいつも負けず水球男子なるほどねえあれ自分で動画だけ撮って音声自分で入れてるんですかそれそうでカットキャップやるんでめっちゃ悲しくないめっちゃシュールめっちゃシュールなやつやん僕は茨城に住む水球男子のここに向かってやってるんですよねでそれは一回撮ってワンフレーズずつ撮ってるからで確認してあちょっとボソッと入ったなってやり直してめっちゃシュールだもん、ね確かにパクってナンパなとこがあるわ音楽もさ、はい、パクるのってやっぱあるでもね音楽系で僕売ってたんですけどもともと音大の話をしてたんですよ、うんうん、そしたら音大志望者の人が見るようになって、うんうんうん、そっから進展がないんですよ追記やってるっていうのもあって筋肉すごいとかそっからなんか筋肉好きな人がこう増えるとかあるじゃないですか、うんうんうんでも言うて自分クラシック音楽専門だったしクラシック好きな人は見るかもしれないけどそんなのもうニッチすぎてあ全然増えなくて、はいはいはい、自分もそんなにクラシック売りをしたくなかったから悩ましいポイントなんですよなるほどね自分っていうより自分が所属してるのを売りにしてたからそうそう自分が全然売れないみたいな隠れちゃってたみたいな、ね、そう分かるわめっちゃ悩みますよねそれ、うん、悩むみんな飲んでるんですねそれめっちゃ飲むやんこれぐらいだよねこれ振ってると大丈夫全然ダメじゃん全然飛ぶやんそれ全然ダメじゃんそれ本当にやばっ何回も繰り返してる人バカって言うらしいバカだよ引っ越して一人目のあそうじゃないですか前の家でも YouTube 撮ってないから一人ででしかそっかじゃあ家でなんか誰かと撮るの初めて初めてです後半をねうちでやらせていただくのでめっちゃ汚なびっくりしたよ全然汚れてないのめっちゃめちゃ汚っ汚っなそれなんでそんなべっちゃべちゃなんですかそんなえ照り焼きあなるほどね照り焼きいっこうさんねいっこうさんがねちょっといらっしゃいましたけどこんな感じではい初おうちコラボはやみでしたですありがとうございます後半はうちの方で後半ね一回またお酒入れてから後半撮るんでそうねそっちの方が多分僕やばいし、ね、確かにねやばいんで確かにねそっちを見てください、よければ見てください最後までご視聴ありがとうございましたはいありがとうございましたお願いしますバイバイ いいのかなこれ大丈夫でしょえでも意外と喋れますねお酒のおかげかなね、お酒いや分かんないスイッチ入ってるからかもうんだって全然違うでしょあのカメラ回す前とちょっと全然違う全然違うほんとにちなみにここもちょっとアップしちゃうちょっとねちょっとアップしちゃう編集の時絶対なんかあれですよね、うん、わーって思っちゃいますよ思っちゃうはずって思っちゃう何回も言い直してるやんとか、うん、バイバイ、うん、続きはこちらで